酒井へ、堂安、堂安からクロスボール、鈴堂追加点、日本、さあさらに点差が開いています。今のゴールなんですが、中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いや、チーム全体で非常にうまく攻められましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、ここになるような見事なカウンターアタックですよね。大迫、今日2点目です。